おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ1711です。はい、今回紹介するのはですね、前回の最後の方も言ったと思いますけど、前回紹介したのが、ハヤテのニューですね。まあ、こちらと同じシリーズに登場するやつをまた紹介していくという、第2弾という感じかな。はい、そちらを紹介したいと思います。それがこちら。じゃんと。はい。こちらですね、SD 戦国伝風林火山編の密林のマーク2ですね。こちらをちょっと紹介していきたいと思います。はい。で、こちらね、見ていただくとなんとなくわかると思いますけど、ここのところに密林のマーク2。そして前回みたいな感じで鎧と、ここのところにこの姿とは違うね、マーク2がいるということで、今回のやつも同じ仕様ですね。真ん中のこいつと、これを組み合わせて密林のマーク2にできるというギミックになっておりますので、前回前々回と同様の手順でいきたいと思っております。はい。で、パッケージはこんな感じになっておりまして、側面がこうですね。こちら、武者マーク2、そしてイーグルですね。で、こちらの鎧をつけてあげると、武者イーグルになりますよ。これが林の鎧ですね。で、この林の鎧をつけると、密林のマーク2になるという感じですね。はい。以上こんな感じ。まあ、これに関しましてはね、前回前々回で紹介したハヤテのニューと基本的に同じ構造という風になっております。で、ぐるっと回してこんな感じですよと。まあ銃を撃ってる状態、まあハヤテのニューの時はここのところに軽装形態のやつがありましたけど、今回は特にないという感じですね。はい。一応こちらは定価で買いましたね、500円。まあこれは2018年のねお盆の時期に生放送やったとかね、あの辺の時期に買ってるもんなんで、その時のね生放送とか見ていただくとわかると思いますけど、これはね多分再販かな、それか当時品のどっちかなんですよね。バンダイホビーショップとかね、そちらのネットショップの方で買ったわけではなく、店頭にねポンと置いてたやつをほじくり回して見つけた結果こいつを買ったって感じになってるんで、まあ非常に古いもんだということで、箱がボコボコです。はい、ここ一部へこんでますね。こんな感じのボコボコです。なので箱の感じとしてはちょっと結構擦れてる感じなので、この1990年に発売されたやつがずっと残ってたのか、一度再販されたものが残ってたのかはちょっとね詳細としては分かりませんけど、一応こんな感じの、まあちょっとボロッボロですけどね、まあこんな感じのやつをちょっと入手したいということで、今回もまた紹介していきたいと思います。はい、では早速ですね、こちら箱から出していきたいと思います。ではレッツオープン。はい、箱から出したのがこの状態となります。緑のランナーのところにシールですね、まあこんな感じで入ってますよ。ちょっと袋がくすんでるって感じですね。まあちょっと時間が経ってるからなのかもしれないですね。はい。で、こちらに関しましても、前々回紹介した、ハヤテのニュー、あれと同じ感じですね。密林のマーク2のランナーとメッキパーツ、あとシールがこんな感じで入ってますよ。で、あと、青系のランナーと白系のパーツがこうやって入ってますよ。はい。で、こちらは、武者マーク2のパーツになってますんで、一応今回はこちらだけ組みたいと思います。で、説明書の方がこんな感じでありまして、ここですね。マーク2、さらにメディテーションモード、そして密林のマーク2ということで、今回はこちらですね。まあ、ほとんど色が変わってないんですけど、一応こちらのモードっていうかね、この状態がこれだというふうに認識していただいていいと思います。で、あとここのところに密林のマーク2とかね、軽装タイプ、武者マーク2、で、種ヶ島リボルバー、そしてイーグル、まあ、こっちですね、イーグル、武者イーグルと、こんな感じに載っているというふうになっております。で、裏側がこんな感じでね、また漫画になってて、前回のハヤテのニューか、そのさらに前に紹介したね、暗黒のかけらのシリーズのどれかの漫画に多分つながると思うんですけど、まあ、こんな感じでバーッといって、まあ、こうなりますよ、みたいなね。はい。一応こんな感じの漫画になっているという感じです。はい。で、中身を見ていきますと、こんな感じですね。まあ、ランナーがこうですよ。頭部とかの首立てがこうなってって、で、この状態でパパパパッと進んでいくと、まずこの状態で軽装タイプですね。で、これができましたら、イーグルの方にパーツをつけて、武者イーグルになりますと。で、こちらからね、鎧パーツを持ってきて作ってあげると、武者マーク2ができて、新規パーツとなる林の鎧を作っていって、まあ、こんな感じで飾ることができる、装着すると密林のマーク2という感じになってますね。まあ、基本的な構造としましては、前回前々回で紹介したハヤテのニューと基本的に同じという形になっております。はい。で、ここのところに林の書。はい。まあ、これもね、同じような感じで付属してましたけど、一応こちらをね、見ていくと、まあ、こんな感じで密林のマーク2になりましたっていう、こういうようなやつが載っているという紙があります。で、さらにもう一つですね、ここのところに、はい。お買い上げの皆様へってことで、まあ、こんな感じで、ね、パーツがどうのこうのっていうやつと、新住所。まあ、バンダイのね、相談センターの住所が新しくなったよって紙が入ってましたんで、多分、こちらに関しましては、再販ですね。今多分こっちに載ってる住所とは違う住所になってるということで、こういう紙が入ってるっていう感じだと思いますんでね。
多分これに関しましては再販品という感じで間違いないんじゃないかなと思います。ただ再販に関しましてはね、何回目の再販とかその辺は分かりませんけど、まあとりあえず再販品、まあ当時品じゃなかったという感じですね。はい、まあ一応こんな感じのものとなっております。ということで早速ですね、今回はこちら武者マーク2、こちらね作っていきたいと思いますので、パーツ一式ですね、ささっと準備してしまいたいと思います。はい、パーツの方準備できました。一応こんな感じでですね、パーツの方が準備できましたけど、これが頭部パーツ、ボディ、腕と足、そして上のところにちっちゃい羽みたいなのがありますけど、これ軽装時に使うパーツとなっております。で、刀で、ここのところに薙刀ですね。で、あと銃関係、兜、肩アーマー、そしてイーグルというふうに用意してあります。ということで早速ですね、組んでいきたいと思いますけど、まず頭部パーツはこちらですね。前々回紹介した武者乳と同じ感じになってるんで、まあこれ簡単にパパッと組むことができますよと。はい、一応こんな感じで頭部パーツができました。で、次にボディパーツですね。これもニューガンダムと同じ感じで、ここの中にポリキャップを5個入れなきゃいけませんよと。で、入れるのは同じ位置ですね。首の部分と両腕の部分ですね。ここに入れていきますよと。で、これもですね、前々回やった通りなんですけど、こういう風に入れていくのはいいんですけど、この状態でまっすぐですね、前面部分でスポッと今度入れようとすると、これで適当にね、入れてしまうと、うまく入ればいいんですけど、入らない場合は、あ、今回うまくいきましたね。うまく入らない場合は、こちらのね、前面側の受けの穴のところに、軸がこういう風な斜めな感じでこういってしまうと、軸が角の部分がね、ぐちゃぐちゃっと潰れてしまうと。そうするとサイドの部分がね、うまく閉じることができなくなってしまいますんで、そういうことをね、防止するために、前々回ね、ちょっとニューガンダムの時にやりましたけど、まあ例えば足のパーツ、これをまあ簡単にパチッと組みましたよと。で、ここのところにもうポリキャップを差し込んでしまいまして、で、前面をこうグーッと入れる前にボディのね、半差し状態にして、こちらのポリキャップをこう足をでこう動かして、上下にね動かしたりひねったりとかしながら、うまく前面側の受け側に差し込むと。で、それが終わりましたら、また足をね1個用意してあげまして、で、同じような感じでここに差し込むと。で、また調整する。腕も同じような感じで差し込んでは調整、差し込んでは調整という風にやってあげると、それでうまくねポリキャップの位置が決まります。で、ちなみに今簡単に作っておりますけど、2つのパーツをパパッとね重ねることによって腕とか足とかが出来上がりますと。で、ここに差し込んで、またこう調整で、これも同じような感じで差し込んで調整、頭部に関しても差し込んで調整することによってうまく位置がね決まりますんで、その状態でバチンと入れてあげると、ポリキャップのね頭潰さずにうまく入れることができるんで、こういう風にねボディーパーツが出来上がりますよと。はい、で、このようにねボディーパーツが準備できましたら、ここの3箇所穴が開いてますんで、そこのところにまずはこの白いやつですね、こちらの白いやつはこちらの腹部のところにはまりますよと。で、両サイドのこの胸の部分にはこちらのメッキパーツをはめていきますよと。で、こちらですね、向き決まってるみたいなので、これ間違えないように差し込んであげると。で、これ差し込むときにかなり緩いようだったら、これあらかじめ接着してしまった方がいいと思いますんで、ボディーパーツを組む前にこちらのパーツをねあらかじめ仕込んでしまって、特に胸部パーツのこちらに関しましては裏側ですね、まあ裏側というか内部、こちらのところからもう接着剤をちょっと流し込んであげて、もう固定してしまうと。そっちの方が私はいいと思います。まあこんな感じでつけてあげると、ボディーパーツがね本体ができて、あとバックパック、これをちょっとで、ね、つけてあげると、これで完成しますよ。はい。で、軽装形態の場合は、ここのところに、こちらのね、ちっちゃいウィングパーツを、肩アーマーのこの穴ですね、このところにサクサクっと差し込んであげることによって、これで、まずは軽装タイプが出来上がりましたよ。で、次に武器関係とかね、そちらの装備系ちょっと作っていきたいと思いますけど、まずは刀ですね。一応刀は両方作らなきゃいけないんですけど、まずこちら。軸割りを持った場合は、これを反対側のところに、こちら平らなやつをつけなきゃいけないよと。で、前面と後ろの部分で形状が決まってますんで、それを確認して合わせると。で、とりあえず前面部分に、こちらね、リングパーツをこうやってパチンと入れてあげると。で、あと反対側ですね。お尻の部分のところにそれを留めるような感じで、こちらのパーツを形状確認で入れてあげますよと。そうすると、こういう風にね、鞘が出来上がると。で、この鞘に関しましては、ここのところ、中間部分は特に何もね、固定するものがね、入っておりませんので、ここで分解する可能性があるんで、ここはもう、あらかじめね、接着剤使って固定してあげた方がいいと思います。出来上がったら、刀ですね、これをスポッと入れてあげれば、これで1本出来上がったんで、もう1本、ささっと、ね、作ってしまいたいと思います。はい、出来上がったのがこちらです。これで2つ揃いましたので、次は引き続き、兜パーツいきたいと思いますけど、兜パーツはこちらとこちらのパーツですね。これの間に、こちらの軸パーツを間に挟み込みまして、で、あと閉じますよと。はい。これでこのパーツができたんですけど、これだと若干こう安定感が悪いということで、
こちらですね、側面を押さえるこちらのパーツをつけて実際ロックしますよと。はい。こうすると開き止めになると。で、反対も同じような感じで、ここのところでスポット差し込んであげれば、これでこのパーツができましたよと。で、あとこちらの穴のところに付属のこちらを作ってあげて、角を作ります。まあ、これに関しましては2つ重ねてあげるだけなんで簡単に作ることができます。で、あとここに差し込んでおしまいと。はい。一応こんな感じですね。これはもう簡単に作ることができますよと。で、こちらに関しましてはね、これ金メッキになってますんで、合わせ目削ろうとすると、どうしてもね、合わせ目ちょっと削れてしまってね、メッキ剥がれてしまいますんで、まあ、塗装するね、方法を何かしら見つけてあげて、まあ、塗ってあげると。まあ、こんな感じのキラキラを作るのは結構大変だと思いますけどね。まあ、一応合わせ目消してあげた方が、よりね、見栄えは良くなると思います。これで兜パーツができました。で、次に肩パーツに関しましては、この白いやつとこの青いやつをここで重ねてあげるだけと。で、刺さり部分が結構浅いので、何かしらの衝撃でポロッといっちゃう可能性がありますんで、ここに関しましてはちょっとね、接着しておいた方が安定感増すと思います。組み立て自体はかなり簡単ですね。二つただ重ねて差し込んでおしまいという感じになっているので、非常に容易となっておりますよ。はい。で、次に銃ですね。これに関しましては中のところにスプリングをこれで仕込みますよと。で、仕込み終わったら、こちらのパーツで押さえるだけと。で、簡単にパパッとね、組むことができますよと。で、これ組むことができるんですけど、ここの部分ですね、合わせ目、流し込み接着剤とかを使って、ぴったりとね、くっつけた場合、ここの部分がね、死なないようにしっかりと注意しながらつけてあげると。準備できたら、ここのところに銃口をつけてあげれば、これで銃パーツができたと。で、あと先端部分にとりあえず弾込めまして、カチッと。で、あとここのロックをパンと解除すると発射できますけど、内側とかね、こちらの弾丸自体のバリですね、それをきれいに処理したりとか、パーティングラインをきれいに処理してあげないとうまく発射することができませんね。まあ一応こんな感じで、まあとりあえず装填してロックを解除するとパンと本当は出ます。ただ、今これ解除状態になってますよね。やっぱり引っかかってますんで、これきれいに処理してあげると多分パンと出ると思います。ただこれしっかりとね、発射できるようになってしまうと、装填した状態でね、保管しておくと知らないうちにね、発射して弾なくなる可能性がありますんで、そこだけちょっと注意ですね。使わない時には込めないという感じにしておいた方がいいと思います。で、次にイーグルですね。これを作りたいと思います。これ2つ重ねておしまいではなく、後ろのここのところにポリキャップを1個仕込む必要性がありますんで、これをここのところにブスリと差し込みます。で、あとここのところ差し込んでおしまいなんですけど、こちらに関しましては先ほどのね、ボディみたく腕差してどうのっていう調整がちょっとやりにくい。ただ、ここのところに一応今回ね、兜をつけるための専用パーツがありますんで、ここにポリキャップ差し込んでおいて、ここにとりあえず配置しますよ。で、あとここで挟み込むときにこういう調整ですね。これを行いながらやるとうまくいくと。で、こちらのパーツに関しましては、これぐるっと回して中に入れるとかね、そういうギミックは一切ありませんので、イーグル単体で見るときには、こちらのパーツは余剰品になってこんな感じで仕上がるというふうになっておりますので、そこだけちょっと注意ポイントという感じでしょうか。はい。一応これでですね、武者マーク2の方の組み立ては完了しましたので、付属のシール、そちらをね、全部ささっと貼ってしまいたいと思います。はい、シールの方貼り付け終わりました。一応ですね、兜に関しましてはこの真ん中だけ、イーグルは両目だけとなっております。そして、マーク2軽装形態は頭部のここの部分ですね。鉢巻きみたいな感じのやつと目の部分、口元、あと、ちょっと隠れてますけど、金色のやつがね、見えると思いますけど、ここの部分とかね、シルバーのやつ、真ん中のこちらの赤、で、足の部分っていうか、つま先の部分ですよと。これだけのシールになっております。で、まずこちらね、ちょっと見ていきたいと思いますけど、こちらですね、まあ見ていただくとね、なんとなくぐるっとね、見ていただくとわかると思いますけど、ちょっとバックパックがですね、本来、軽装形態ではつけなかったみたいなんで、ちょっとつけちゃってますけど、まあこんな感じですよ。で、足の部分、こう本当のつま先の部分しかないと。ここの上のちょっとピッと上がってる部分まで赤ければいいんですけど、そこまでないので、ちょっと物足りないなと。で、あとフロント部分のこの赤いやつっていうかね、本来白の部分に赤のシールが貼ってますけど、側面が真っ白、中心部分だけ赤いっていうことで、これもね、ちょっと物足りなさがあるという感じですね。まあ一応こんな感じになってますよと。で、可動範囲はとりあえず左右に首を振ることができます。ただこの口の部分っていうかね、これがちょっと長いのでボディに当たってしまいますけど、まあ動かすことができて、腕ぐるっと回すことができますよ。こちらのパーツに関しましては軸で止まってるだけなんでね、一応稼働させることができますけど、あまり頻繁に動かしすぎるとね、擦れちゃって、ゆるゆるになっちゃうんでね、そこで注意ですよと。で、足こうやって動かすことができますよ。一応こんな感じです。イーグルは特にこの状態では特にギミックはありません。はい。で、まずはですね、こちらのイーグルに対して鎧をつけてってね、武者イーグルから行きたいと思います。まずちょっとバックパックはね、こっちじゃなくて、こっちに使うので移植しちゃいますけど、まずこちらの状態のパーツを用意しましたら、こちら、刀とかは前回のね、
ハエテのニューの時は、武者ニューガンダムの腰につけっぱなしとかね、なんかそんな感じでしたけど、こちらに関しましてはそういうわけではなく、足のここに穴がありますね。ここのところに、まず刀ですね。これをズボッと刺すことができますよと。で、側面のここのところに肩アーマーをスポッと入れると。で、その際ですね、こちら、相変わらず軸が長いと非常にやりにくいので、若干削ってあげた方がいいと思いますけど、ここのところになんとか引っ掛けますよと。で、反対も同じような感じでつけますけど、先にですね、肩アーマーをここにパチンとつけてあげてから、鞘ですね。まあ、こちら差し込んであげた方が、まあ、一番やりやすいと思いますけど、まあ、こんな感じでつけてあげるよと。そして、上のところにある穴ですね。ここのところにこちらの銃を差し込みまして、で、後ろのここですね。こちらのところにこいつをつけますよ。そして、ちょっと曲げてあげて、ここの穴ですね。ここのところに兜を差し込みますよと。で、起こすと。で、その時にこちらの角ですね。これは前面向くんではなく、後ろですね。こういう風に行かなきゃいけないので、こういう風に後ろ側に曲げてあげて、まあ、これぐらいのポジションにしてあげます。で、最後にここのところに、こちらのバックパック、これを差し込んであげると、これで武者イーグルが完成すると。で、これに関しましては、一応鎧関係がね、全部まとまってて非常にいい感じ。弾丸だけじゃねえの余剰品って見えるんですけど、ここのところにしっかりとなぎなたが余ってしまいます。なので、こちらに関しましては、まあ、こちらね、軽装形態に持たせておくことによって、とりあえず余剰品なしの状態にはできるかなって感じになってるんで、まあ、こんな感じでまとめることができると。まあ、これはね、前々回紹介した武者ニューガンダムと、まあ、基本的に大体同じ感じにできると。こういうような、まあ、付属のね、サポートメカっていうかね、こちらと、軽装形態でこういう風にしっかりとまとめることができる。で、こちらはこちら、こちらはこちら、みたいなね、そういう風に、それぞれがちゃんと独立してね、ちゃんとできているのはなかなかいいんじゃないかなと思います。はい。ではですね、今度こちらの武者イーグルに取り付けている鎧をこっちに取り付けて、武者ガンダムマーク2、これをちょっと作っていきたいと思います。で、まずはなぎなた、ちょっと外しまして、肩につけているこちらのちっちゃい羽ですね。これを、こちらのね、腕の方から外して、とりあえず羽の方はこっちに置いといて、なぎなたはこっちで使うんで、こういう風に用意しておきますよと。で、こちらの武者イーグルの方からバックパック、兜とパーツですね。これは使いますんで取りますよと。で、これ取りにくい場合はこちらのね、ジョイントをここから引っこ抜いてしまって、こういう風にやった方がやりやすくなりますよと。で、あと、こちらの銃パーツをここから外し、鞘ですね。これ2本ともここから外してしまう。で、あと肩アーマーですね。これも外しますと。ただ、これがですね、奥深く入ってしまうので非常にやりにくいと。だから軸パーツはね、削っておいた方がいいと思いますけど、まあなんとなく取りますよと。で、これも反対側も取りまして、こういう状態で、鎧に関しましてはこっちで使いますと。で、今度武者イーグル。その中から出てきたこちらのイーグルですね。これに関しましては、サイドにここ穴がありますんで、ここのところに軽装形態でつけていたこちらのちっちゃい羽ですね。これをここにプチッと差し込んであげることによって、このちっちゃい羽がね、余剰品だったんですけど、これも余剰品なしのね、状態にすることができるっていう感じになっております。ただ、兜とバックパックをマウントしていたこちらのパーツですね。これだけはもう完全に余剰品になってしまうので、まあ内側にね、こういう風に格納できるとか、なんかギミックがあればよかったんですけど、まあ一応つけといて見栄えは悪いですけど、こうすることによって、まあ余剰品減らすことができるってね。まあ一応こんな感じにすることができますよ。そして今、こちらのところに置いてあるマーク2。これのところにパーツをつけていくと。で、バックパックはね、ちょっと先ほどつけっぱなしにしてましたけど、こんな感じで背中にスポッと入れるだけですよ。ここのところに刀ですね。これを普通にぶら下げることができるんでつけるんですけど、サイドアーマーというよりも脇腹みたいな、ここのところにつける感じになってるんで、まあ、肩アーマーつけたりすると、多分腕の可動域がね、ちょっと狭くなってしまうと思いますけど、まあこんな感じでつけてあげて、あと肩アーマーをここにパチンとつけると。これに関しては、先ほどもね、言った通り、軸はやっぱり若干長いんでね、非常に入れにくいです。ただ、ここ見ていただくと、横にこう、筋が入ってますんで、ここの筋をね、ガイドにしてあげて、滑らせるようにガチャッと入れると、多少入れやすくなりますね。まあ、こんな感じですよ。そして、兜パーツを被せる前に、こちらね、角を起こしてあげて、あとはここに被せるだけですよ。はい。一応、こんな感じ。うん、なかなかいいですね。で、あと背中のところに、こちらですね。穴がありますんで、ここのところに薙刀を刺しておくことができるよと。はい。一応こんな感じ。で、あと銃に関しましては手持ちさせることができますんで、こういう風に手持ちさせることによって、こういう風に2つの状態を作ることができる。まずこちらが武者ガンダムマーク2という感じですね。で、二刀流になってますんで、一応ね、両方スポスポッと抜いて、両手に剣をね、持たせることができるんで、まあこういう風にね、持たせることができるのはいいんですけど、今度こう、持たせた時に銃ですね。これがちょっと余剰品になってしまうと。その時に、こちら、武者イーグルの時にちょっとやったね、ここのところの穴のところに、
こいつを差し込んでおくことができますんで、まあこんな感じにするとね、まあイーグルとしてはだんだんちょっと形状が崩れてはきますけどね、一応こんな感じにすると余剰品なしの状態にできるというね、まあこんな感じの遊び方ができるという形にはなっております。でこの状態にすることはいいんですけど、刀ですね、これ結構頻繁に抜き差しすると多分この辺ですね、ちょっと緩んできたりとか崩壊を迎える可能性がありますんで、まあこの部分とかね、接着をしっかりとしてあげた方がいいかなと。であと兜に関しましては丸軸になってるんで、ここの部分がねどうしても安定感が悪いと。で深く刺さりすぎたりすると目元がね隠れてしまったりとか、ちょっとそういう部分もあったりとかね、非常に気になる部分はちょっと出てきますんで、そういう部分をね多少角軸に改造するとか、合わせ目消すとかね、こちらの肩幅に関しましてもちょっとピンをね削って短くしてあげるとか、いろいろ加工してあげることによって、まあ組み替えがよりねやりやすくなりますし、愛着も湧くんじゃないかなと思います。あとはまあこうですね、特にフロントのこのサイドのところから覗いてるこの白い部分ですね、これをちょっと補うような感じで塗装してあげた方がもっとかっこよくなるかなと思います。はい、ということで今回はですね、 BB 戦士の密林のマーク2、こちらの中からまずは武者ガンダムマーク2、こちらとイーグルですね、こちらの方の組み立てをやっていきまして、最初に軽装形態のマーク2の可動範囲、そして武者イーグルの組み立て、そしてこちらの鎧をこっちに移植した武者ガンダムマーク2、こちらの方のね組み立ての方をやっていきました。はい、ということで次回ですね、次回はこちらのね新規パーツとなります林の鎧ですね、そちらの方の組み立てをちょっとやっていきたいと思います。はい、それではまた次回お会いしましょう。バーイ。